なさい、こんなしれっと出てきてしまって。はい、本日は絵描き歌ホワイトライプレミアム上映イベントにお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。皆さん笑顔いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。本日は MC を担当いたします赤木歌で作太郎役を演じさせていただきました畑健吾と申します。よろしくお願いします。そして純奈役を演じました古賀成美です。よろしくお願いいたします。お願いします。この後キャストの方々にご登壇いただきいろいろお話を伺っていきたいと思います。なおマスコミの方舞台挨拶中撮影、録音、録画はご遠慮いただきますようお願いいたします。最後に撮影タイムを予定しておりますのでそれまではお控えください。それでは早速出演者の方に皆さんにご登壇いただきたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまず絵描き歌の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。大君、はい、お相手の抱える気持ちが絵に表れてしまう似顔絵さんです。早速ですね。挨拶もせずにこれ早速。確かに。ちょっと挨拶した方がいいか。はい、すいません。みんなですね、さあ、ね、ずっとなんか一言ぐらい急に失礼しました。佐野や佐野薫役の後藤大です。本日はご来場いただきましてありがとうございました。じゃあ続いて岡野くん。はい、あ、はい、あ、あ、あ、はい、ナンバースナオ役の岡野海人です。本日は、よろしくお願いします。ホワイトラインの方々も言った方がいいですかね。そうですね、先にもうやっちゃいますか。文化役を演じさせていただきましたここです。本日はよろしくお願いします。はい、田口真中です。よろしくお願いします。ゆうた役を演じさせていただきました安井健太郎です。よろしくお願いします。はい、皆さんすいません、自己紹介すっ飛ばしました、ごめんなさい。それではまずじゃあ改めて大君にちょっと質問をしたいんですが、はい、相手の気持ちが相手の抱えている気持ちが、はい、絵に現れてしまう似顔絵描きということで変わった役柄を多分演じられたと思うんですけど、なんか演じてみてちょっと難しかったなとか思う点だったりがございましたら。はい、実際に劇中の作品全部自分の手で描かせていただいたんですけども、やっぱり相手の気持ちが絵に現れてしまうってこうパッと見なんか超能力的にこう人間離れしたような能力に見えるんですけど、なるべくそうならないように気をつけて演じました。そう、本当にちょっと今言っちゃうんですけど、作中にずっと出てきてた似顔絵を全部大君が描いてくれてるっていう、めちゃめちゃ上手くなかったですか。すごいですね。すごいですよね。すごいですよね。びっくりです。すごいなと思って、なんか自分の絵描いてもらえたらめちゃめちゃ嬉しかったね。嬉しかったです。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。次じゃあ手前の誰でしたっけ、オレンジの、いや、岡野しかいないですよ。あ、そうです、岡野しかいない。そういう関係性でしたっけ、じゃない。岡野描いてる。あ、岡野描いてる。描いてる、はい。初めての映画出演ということでしたが、はい、いかがでしたでしょうか。いや、まずね、作られていく段階、ちょっと映画を初めてこう作られていく段階を見たので、あ、こんな感じで出来上がっていくんだなっていうのと、まあ役をやっぱ最初から最後までこう演じ切る、この長いスパンで役を演じ切ったのが結構初なので、最初から最後まで感情が入りっぱなしっていう面で緊張しながらもなんかその役に
あの入り込めたなと思いました。楽しくやりましたね、はい、楽しくできました。楽しくできました。よかったです。よかったです、本当によくできました。ナンバー素直、あの名前のごとくね、あの素直なんですけど、僕も結構あの嘘をあまりつかないタイプなんですよ。あら、はい、嘘をつかないタイプです。本当ですか？素直なんですか？本当に素直で、いいことですね。だからあんまりガチガチに役を作り込まないでいきましたね。もうそのままだと思って。あー、じゃあすごいなんかやりやすいなって感じ。やりやすかったです。本当ですか？なんかちょっと待って、あたくんが割となんかねじ曲がった人生生きてますよね。まあ、強いな、ここ強いんだ。そうちょっと違うことがありまして、ちょっと違うのがありまして、複雑な家庭でまあ育ってるんで、本当に、でもそう、あのそこのちょっとした不器用さだったり、ここぞっていう時にガッていけない、ちょっと遠慮しがちな部分とかはちょっとね研究してやらないとなと。僕は何でもかんでも言っちゃう人間なんで、そこはちょっと素直と違うなって。でもいい部分でもあるけどね。そうですね。あ、まあそうですよね、はい、素敵でした。素敵でした、はい、ありがとうございます。素敵でした。ちなみに、なみちゃんと健吾くんは、はい、役気をつけた点とか難しかった点ありますか？私たち、僕たち、私たちありますか？そうですね、いや、私もう、ね、高校の制服なんて着ることないのかなって思ってたんですけど、まさかね、ここに来て25歳になって高校の制服を着るという。まだまだでしたよね。まだ現役ももうめちゃめちゃ現役じゃなかったですか？大丈夫ですかね。まあでも、まあ寒かった、あの1月に、そう、1月でした。多分パンフレットにも書いてあったと思うんですけど、そう、撮影だったのですごく寒くて、で、はたくんと2人であの告白のシーンがあったんですけど、夜の作太郎が足のシーンです、ね、そこでずっとなんか待ちながら寒さをどうしのげるかってことで、目の前にあるタワーマンションの回数を下から順番に数えてました。二人で、ね、何回だったんですか？60何回ぐらいあって、67回だそうです。そう、さすがだな。そう、そう、そう、数えた。下から綺麗にね。そう、しかもあれもう撮影が夜だったので、なんかもう夜景見てるみたいな気持ちですよ、こっちからしたら。ね、綺麗かった。そう、すっごい綺麗でした、本当に。そうなんですよ。寒さをしのぐにはね、もうそれぐらいしか、ね、マンションの数を数えるしかなかった。あとはもうカメラが止まるたんびに、本当にスタイリストさんだったりメイクさんがブランケットを持ってきてくださって、足ってもうダウンのコートとかじゃしのげないので、ブランケット、学校とかで大量の書類をまとめる黒いでかいクリップみたいなの覚えてますか皆さん？あれでここをこの腰のところをピッて止めて巻いてもスカートにするみたいな防寒の仕方してました ね、 ね、そうですね、寒かったです。寒かったです、本当に。ありがとうございます。皆さん寒い時はビールを数えるかブランケットを置いてください。ぜひよろしくお願いします。マイクがないすごいおすすめ。マイクがね、そうですね、貼らないといけない。渡しますよ、確かマイク。枯れちゃうから、俳優さんだからね。優しい、優しいですね。いやいや、じゃあもうね、はい、続いてじゃあホワイトラインの皆さんにもうね、ちょっとお答えいただければいいなと思います。じゃあココちゃんから質問いきますね、はい。ココちゃんは自分の夢と親友との過去の間で苦悩する音大生という役柄でしたが、どのように役作りをしましたか？はい、私の役はそうおっしゃったようにすごく進路であったりとか友情のことであったりとか恋のことですごく悩んでる役だったので、そのいっぱい悩んでることを頭にしっかり入れ込むことがすごく役作りの中で大変だったかなって思います。いろんな悩みを全部背負うことが大変でした。確かに悩みってちょっと難しい、難しい役の中でね、うん、でもそれがすごい表現されていたのがすごい
よかったです。ありがとうございます。はい、続いて田口さんに質問いきます。はい、終盤のココちゃんが演じる風花を許し解放してあげる切なくも優しいシーンが印象でしたが、現場でも緊張感のあるシーンだったんでしょうか？そうですね、あの撮影期間自体が結構コンパクトな撮影だったからこそ、こうあっという間にそのシリアスなシーンに到達してしまって、すっごい緊張してました。してましたし、セリフ噛むし、もうそんなにそうだったんですか？本当にごめんなさいって言いながら、でもココちゃんがすごい隣で、何やってんの、大丈夫だよみたいな感じで元気をそうくれたので乗り越えることができました。でもなんかすごい、さっき、ね、控え室でも一緒だったんですけど、本当に親友かのように仲良くて、そう、めちゃめちゃ、ね、ずっとワイワイしてました、ね、それを見ながら、ああいい幸せな空気だなって思って、ちゃんと友情が芽生えてるね。私の方が年上なんですけど、そうなんです、こう見えて私の方が年上なんですけど、田口って呼ばれてます。なんかいいですね、その友情の芽生えが。あるち、ありがとうございます。ありがた口、ありがた口、使いましょうそれ。ありがた口、ありがた口さんでした。ありがとうございます。はい、続いて安井さんにお願いします。公演で指を人形のようにして話すシーンは安井さんの発案だったんですか？発案、発案というか、そうですね、なんか面白いことをしてほしいっていう監督からのオーダーがありまして、あちょっと面白かったかどうかちょっと、いや面白かったです、面白かったです。なんか可愛らしい感じ、二役を演じながら、指で遊んでる感じが、そう、風花役がやっぱ難しかったですね。こっちの風花役も演じさせていただきました、安い方が。そうだったんだね。ダブルキャスト、ダブルキャスト、大丈夫ですか？すごい面白かったですね。本当に面白かったですよ。ハタさん、はい、おいくつですか？僕今年で今月で22になりました。ですよね。はい、僕も10代かと思って最初、10代の方かなと。あ、本当ですか？すっごいちゃんと喋ると思って、すごいしっかりしてらっしゃるからびっくりしました。大人ですから。はい。そうですよ。ね、見た目によらず、いや見た目によらずすごい、ね、岡野をめっちゃいじって、本当にね、でも岡野しかいじれる人がいないのでこの中では、はい、よいね、えちょっと手前のオレンジの方ちょっと静かにしていただいていいですか？本当にね、キャラクターがすごい素敵です。はい、あ、ここでね、そうですね、マスコミの皆様が、なしの撮影だけこちらで終了となりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。東京ボーダーレス TV。